ご飯に顔突っ込んでいくからね顔が汚れるんだよね。はい、よし、あといろいろ汚れます。なんといきます。はい、よいしょ、はい、OK、次の方です。よし、話してくれと。っていうか犯人ですよね。まああれから話は聞かないので捕まってはいないと思うんですけど、猫好きさんだったらね、飼ってくれるだろうとか保護してくれるだろうと。でこの子たちのことも、ね、一つも考えてないわけじゃないですか。で自分のことしかまず考えていない、ね、猫を捨てるなんてとんでもない、まあ当たり前って僕たちは思うけれども、だからまあそういう人物も、まあ、正直もう許すことはできないことですけれども、はい、世の中がどうやったらこういうね不法投棄がなくなるのかって考えた時に、根本的にやっぱり人間なんですよね。その倫理観がね備わってない人だと思うんですよね。他人の迷惑を考えないそういう人物って、その犯人がもちろん悪いですけれども、そのね犯人を育ってきた環境も大きく影響するなと思ってるところです。だから本当に、まあ、簡単な話ではないんですよね。だからまあ僕らができることって言ったらね、できる範囲でできることをやっていけばいいのかなと思ったところでした。おはよう。おはよう。ごめんごめん。はい、最後になっちゃってごめんね。はいはいはい、おはよう。おはよう。ちょっとあなたあれだわ、ちょっと待って、上に落ちて、よし、あげ。はいはいはい、ご飯ご飯。はい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 、はい、こっち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 。よし、ということで掃除します。皆さんこんにちは。はい、今センスが、はい、やっと、いやもう大騒ぎでした。やっとこの子たちのねご飯も終わって、そしてお掃除も終わって、はい、今からお手入れです。やっとだね。よし、あなたから行こうか。顔の周りがすっごいね汚れてるんです。汚れてるっていうか、ご飯ですね。ご飯に顔突っ込んでいくからね顔が汚れるんだよね。はい、よし、あといろいろ汚れます。待ってください、あなたはまだやってるとこです。はい、よし、きれいきれいしないと、きれいきれいしないと。はい、はい、はい、OK です。次の方、次の方いきましょう。
ゆらちゃん、あなた行きましょうか。はい、あなた行きます。はい、よいしょ。はい、OK。嫌だね。どうしても嫌がるんですよね。そりゃそうなんですけど。よし、はい、はい、はい、潰して、はい、OK です。はい、次の方、次の方。次の方、あ、ここでちゃんとお座りしまってるじゃないですか。次の方です。よし、顔から、はい、ね、離してくれと。くっついてはくるけど掴まれるのは嫌だって。おきいちゃんも激しく走り回ってるめっちゃ走り回ってる。待ってください。お尻をしないとダメなんです。最後お尻って決まってるんです。お尻です。はい、はい、あとあなたちょっとお腹に何かついてます。猫砂がついてます。はい、取れました。はい、皆さん終了しました。いやなかなか、キイちゃん大暴れ。あ、キイちゃんがチラチラ見て、でも遊びながら見てるんですね。キイちゃんは、まあ、気にはしてますよね、それは。遊び相手がね、欲しいと思うんですよ、キイちゃんも。もうあと数日ですね。もうあと数日って言っても今日明日じゃないですけど、なかなか。ほい。ほい。ほい。今ね、はい。はい、どうぞ。どうぞ。はい。キイちゃん。まあ今は動画ではね、こうですけど。日中は僕ずっとキイちゃんと一緒にいるんで、今は。よいしょ。ああ、もうこの子たちのね、犯人ですよね。まああれから話は聞かないので捕まってはいないと思うんですけど、なんでこういうことできるのかなって、ちょっと僕なりにね、ちょっとちらっと考えてみましたけど、まあその人間、人物、犯人はおそらくね、やっぱこう他人のことがまず考えられないですよね。自分のことしかまず考えていない。あのこの子たちがやっぱり、まあもちろんね、世の中にはこう犬好き、猫好きさんいると思いますけど、その猫好きさんだったらね、飼ってくれるだろうとか保護してくれるだろうと。でこの子たちのことも、ね、一つも考えてないわけじゃないですか。自分のことしかまず考えていないけれども、でそういう人物、今ね、ちょっと肉球で軌道調整された。すごいね、あなた軌道調整できるな。でこうそういう人物、まあ、本当身勝手じゃないですか。でまあもちろんこの子たちをね、不法投棄したのはその犯人なんですけど、なんですけど、その人物自体がおそらくね、社会的に、なんていうかな、こう、社会での、こう、十分な、こう、経験とか、そういうのがない人なんじゃないかなって僕思ったんですよ。もともとの、こう、生まれ育った家庭環境がね、実は、そんなに、もしかしたら、ね、幸せではなかった人物なのかなって思ったりしました。まあ、まあ、普通とか一般的にっていう言葉はちょっとこう、どこをどう説明すればいいのかはちょっとわからないですけど、まあ、僕の感覚とかね、多分今見てくださってる視聴者の皆さんも多分
大体似通った感覚はお持ちだとは思うんですよ、ね、猫を捨てるなんてとんでもない、まあ、当たり前って僕たちは思うけれども、そういう人物はその猫に対しての、まあ、動物に、まあまあ、言ってもね、僕も犬と猫は好きですけど、カラスを飼えるかって言ったら飼える自信はないですよ。そんな感覚なのかなって思ったりして、まあ、カラスを飼えるかって言ったら、まあ、その好んでカラスを、ね、まあ、もう野生のカラスですから、ほとんどがね、飼ってるカラスもいるんでしょうけども、だからまあそういう人物も、まあ、正直もうね、許すことはできないことですけれども、はい、この子たちはね、たまたま助かったからいいものの、そうでない子たちがもう実際にいるわけで、でその犯人、もちろん犯人は咎められることなんですけど、もう違反してますからね、不法投棄、猫の不法投棄っていうのは。ですけど、その常識的な部分がこう備わらないまま大人になったような人物なんじゃないかなってちょっと思ったところです。でこの子たちもなんか寝ちゃいました。わかりますか？ちょっとね、暗いくてわかんないかもしれないですけど、こちらこちらこちら、ね、こちらこちらこちらでなんか寝ちゃいました。あんなにね、僕はこの子たち迎えにっていうか、朝ね、おはようって行くときはもうギャーって言ってましたけど、やっぱ一緒にいてこうやってくっつくとね、安心して寝ちゃうんですよね。基本寝てんですよ、本当に。この子たちは赤ちゃんですから寝てますからね、安心するんでしょうね。ひよこみたい。まあもう犯人はね、もう許すことはできないけれども、その世の中がどうやったらこういうね、あの猫ちゃんたちの不法投棄がなくなるのかって考えた時に、まあ他人のすることじゃないですか、そういう非常識な、根本的にやっぱり人間なんですよね。人間の、人それぞれのね、やっぱ育ち方によるんだろうなと。でもちろんね、こういう YouTube も見てないと思うんですよ。で僕たちはこうやってね、 YouTube とかね、まあ、ニュースとか見たりもすると思うんですけど、そういうその倫理観がね、備わってない人だと思うんですよね。こう他人の迷惑を考えない、そういう人物って。でもう断片的に見たら、その犯人がもちろん悪いですけれども、そのね、犯人を育ってきた環境も大きく影響するなと思ってるところです。で、まあ、これがね、だからちょっと広げて話をすると、こう日本人の感覚とやっぱ海外の感覚、その東南アジアとかでもまたね、認識が違うわけで、動物に対する、まあ、東南アジアって今言いましたけど、他のね、諸外国いろいろありますけれども、それぞれね、やっぱ捉え方が、まあ、違うじゃないですか。まあ、例えば、まあ、ドイツであればもう結構ね、寛容で、その犬に対して寛容で、お店の中にもね、その犬を連れて入ってもいいとか、まあ、日本でもね、盲導犬なら大丈夫ですよとかありますけど、まあ、そういうね、地域もあったりするわけですよ、海外だと。で、まあだから、そのそういう地域にお住まいの方がね、日本に来たらね、なんて国だって、犬に対して全然優しくないじゃないかってなるとは思います。もうね、現に今その番犬と呼ばれる、ね、ワンちゃんたちがほとんどいなくなってきてる世の中だと思いますけど、僕の住んでるこの地域の、ね、あたりだと、番犬っていうのはもう普通にね、たくさんいます。外につながれてるワンちゃん、その家畜のね、家畜と呼ばれるそういう畜産業をされてる方々はね、やっぱその番犬っていう形でやってたりもしますし、そうでもない、ね、おじいちゃんおばあちゃんでも、その家のね、その敷地の中に小屋を置いてや、ね、そこで飼うみたいな感じでね、やってるところもあったりするわけで、もうね、
まあ僕はもうそういうことはできないですけど、もうベルと一緒に寝てますしね、みんなと一緒に家の中で住んでますけど、だから本当にまあ簡単な話ではないんですよね。だからまあ僕らができることって言ったらね、まあこうやって、まあ僕らって言ってもね、全員が当てはまるわけじゃないので、まあ、僕ができることって言ったらもう本当今現時点でのこの、ね、たまたま幸い僕ん家には敷地がまあまあ広いので、こうやってね離れのこういうスペースがあったので、まあ、こういう預かりっていうのができますけども、まあ簡単な話じゃないんですよね本当に。こういうことってもう今取り上げてるこの子たち、あとこの子たちとね同じ場所から捨てられたって合計14匹の子たちだってね、助かった子もいればね、うちとまた別のところで保護されてる子たちもいるわけで、できる範囲で自分のね、まあ、無理をしない、自分の生活がね崩れない程度にね、できることをやっていけばいいのかなと、できることをやってね行くしかないなって思ったところでした。以上です。ありがとうございました。